皆さん、こんにちは。野球界の新たな伝説、大谷翔平選手。その名前を聞いただけで、多くの人々の心が躍ります。彼の卓越した野球の才能は言うまでもありませんが、今回は彼の人間性に焦点を当てた、ある出来事についてお話しします。ロサンゼルスドジャースの公式インスタグラムで公開された一本の動画。そこで大谷選手は、チームメイトたちと共に好きな女性アスリートは誰?という質問に答えていました。多くの選手が有名な女性アスリートの名前を挙げる中、大谷選手の回答は驚くべきものでした。照れ笑いを浮かべながらも、彼は即座に、マイワイフ、私の妻、と答えたのです。この一言が、瞬く間に SNS を中心に広がり、大きな反響を呼びました。大谷さん最高。即答でマミコさん素敵、大谷くん即答で詰まって回答すごすぎる、ラブラブだな、といったコメントが殺到。彼の誠実さと妻への愛情が多くの人々の心を温めたのです。しかし、この回答には深い意味があります。大谷選手の妻であるマミコさんは実は元プロアスリートなのです。彼女は女子バスケットボールの W リーグで富士通レッドウェーブに所属していました。180センチという長身を生かしたプレーで活躍していたことでしょう。つまり、大谷選手の回答は単なる冗談ではなく、妻の過去の経歴をしっかりと認識し、尊重している姿勢の表れだったのです。この出来事は、改めて大谷選手の人間性の素晴らしさを世界に示すことになりました。彼は世界的に有名な野球選手でありながら、常に謙虚で誠実な態度を崩しません。そして、家族を大切にする姿勢も多くのファンの心をつかんでいるのです。ここで大谷選手の軌跡を振り返ってみましょう。1994年7月5日、岩手県水沢市、現在の奥州市に生まれた大谷選手。高校時代から二刀流の才能を発揮し、日本のプロ野球界でも大活躍。そして2018年、夢であったメジャーリーグへ挑戦しました。エンゼルスでの活躍は皆さんご存知の通りです。投手としても打者としても驚異的な成績を残し、2021年と2023年にはアメリカンリーグ MVP を獲得、日本人初の快挙でした。そして昨年のオフシーズン、ロサンゼルスドジャースと10年総額7億ドルという北米プロスポーツ史上最高額の契約を結びました。大谷選手の活躍は野球の枠を超えて多くの人々に勇気と希望を与えています。彼の真摯な姿勢、常に挑戦し続ける姿勢は多くの若者の憧れとなっているのです。そんな大谷選手ですが、プライベートな部分はあまり表に出てきませんでした。しかし今年2月に結婚を発表し、ファンに大きな衝撃を与えました。そして今回のマイワイフ発言で、改めて彼の人間性の素晴らしさが注目されることになったのです。この発言があった試合は、ウィメンズナイトとして開催されました。この日、選手の登場曲は選手のパートナーが選ぶことになっていたそうです。大谷選手の登場曲は、マミコ夫人が選んだという人気アニメ、ジョジョの奇妙な冒険のイルベント道路でした。残念ながら、この日の大谷選手は初回の打席で三振に倒れてしまいましたが、夫婦の絆を感じさせるエピソードとしてファンの間で話題になりました。大谷選手とマミコ夫人の仲睦まじい様子は、先日行われたオールスターゲーム前のレッドカーペットショーでも見られました。二人は腕を組んだり手をつないだりしながら登場し、その姿に多くのファンが温かい視線を送りました。マミコさんの姿は多くの人々を驚かせました。純白のノースリーブパンツドレスに身を包み、髪をアップスタイルにした彼女の姿はまさにハリウッド女優そのもの。そして左手の薬指には宝石のリングが輝いていました。一方、大谷選手はブラウンのスーツに身を包み、普段は見せない結婚指輪をつけていました。ジャケットの裏地には愛犬のデコピンの絵があしらわれており、彼のユーモアセンスと家族愛が垣間見えました。二人は手をつなぎ、約100メートルのレッドカーペットを歩きました。180センチのマミコさんと193センチの大谷選手が並ぶ姿は、圧倒的な存在感を放ち、まるでモデルのようだったといいます。
特にマミコさんの表情がとても印象的だったようです。レッドカーペットを歩く真中、彼女の笑顔は絶えることがありませんでした。東京からオールスターを見に来たというファンは、マミコさんがとても美しくてびっくりしましたと感動を語っています。大谷選手はマミコさんのドレス姿について、普段にはない格好だと思うので今日は楽しみたいと思いますと語り、妻を思いやる優しい言葉を述べました。レッドカーペットでの2人の姿はまさにベストカップルと呼ぶにふさわしいもの。世界的な野球スーパースターと元プロバスケットボール選手というスポーツ界のベストカップルに、多くの人々が喜びと祝福の声を送っています。さて、今回のマイワイフ発言に対する SNS の反応をもう少し詳しく見ていきましょう。大谷翔平選手のマイワイフ発言、めちゃくちゃかっこいいです。即答できるところが素敵すぎる。大谷さんの即答に惚れてまうやろから、マミコさん幸せ者だね。大谷選手の誠実さに感動。こんな旦那さんが欲しい。スポーツマンとしても人間としても一流だ。大谷選手の人柄の良さが伝わってくる。こういう夫婦愛が素晴らしい。大谷選手の発言は単に妻への愛情を示しただけでなく、女性アスリートへの敬意も表していると捉える人も多いようです。女性アスリートの地位向上にも貢献している、スポーツ界全体にポジティブな影響を与えているといったコメントも見られました。この発言はアメリカでも大きな話題となっています。MLB 公式サイトでは、大谷の女性アスリートの質問に対する素敵な答えというタイトルで記事が掲載されました。アメリカのスポーツファンからも大谷選手を称賛する声が多く上がっています。彼は素晴らしいアスリートであるだけでなく、素晴らしい夫でもある。大谷はフィールドの内外で感銘を与え続けているといったコメントが見られます。大谷選手の人気は野球のスキルだけでなく、こうした人間性にも大きく起因しているのでしょう。彼の誠実さ、謙虚さ、そして家族を大切にする姿勢は多くの人々の心をつかんでいます。いかがでしたでしょうか。大谷選手のマイワイフという一言は単なる冗談ではありません。それは彼の人間性、価値観、そして愛情を表現した言葉なのです。この一言が多くの人々の心を動かし話題を呼んだのはまさにそのためでしょう。今や経済、文化、そして人々の心に大きな影響を与える、まさに現代の英雄といえる大谷翔平選手。彼の今後の活躍がさらに多くの人々に希望と勇気を与え続けることを私たちは心から期待しています。そしてマミコさんと共にこれからもずっと幸せな時間を過ごしていただきたいと心から願っています。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。